さあやっていきましょう。シェム実況パートパートパート47でございます。どうも久しくもないかどうも久しぶりでございます。アザラシでございます。ということでね、メモが涙を流す原崎に俺は何もしてやれなかった。原崎、黙って帰ったりするなよ。ということでね、なんかアクションそういうとこダメだと思うよ。個人的にはそう思いますよ。なんかでもまあわからん、そういうとこでおっしゃらない方がいいのかもしれんな。最近俺は後悔をすることが多い。押せば、押さなかった後悔というか、そのまあやってする後悔の方が、やらないでする後悔の方がいいのかなという気がして、多少こうなんかこう言わないことを言わなくてもいいかなってことを言っちゃって失敗っていうパターンがどうもここのところあるような気がする。ため息をつくようなことだな、それはやっぱり。そうなんです。最近ちょっと落ち込み気味、多少なりとも落ち込み気味、はぁーっていう、そういう現実での鬱憤をこのシェンムーで晴らさざるを得ない。晴らしとる場合かという気もするんだけどな。しかし現実問題、打つ手がないというか、現実で打つ手はないぐらいちょっと落ち込んでる。実は人知れず落ち込んでることが、こういう時は何をやってもダメなのかもしれないな。何をやってもダメなのかもしれない。もうその何をやってもダメ感がもうそのすでにこのフォークリフトレースの方でも支障をきたし始めてるな。何をやってもダメ感。俺はダメだ。ダメ人間だ。人間っていうかアザラシだ。人間未満でアザラシです。どうも。なかなかね、現実は難しいね。難しいね。うまくいけっていう方向になかなかうまくいかない。っていうか、そのこうなったらいいのになっていうお願いが、願いがなかなか叶わないっていうのが現実でございますね。それ全部叶ったらもうそれはもういいけどねっていう。1周100、1分5秒。エリートな YouTuber はやっぱりこういうところで赤裸々に私生活を語っていくのがいいのかな。エリート YouTuber はもうダメだ。もう俺は何をやるしてもダメだな。何をやるしてもダメだ。俺は落ち込んでる柄にもなく落ち込んでる。こんな実況誰も聞きたくないわ。もっとハッピーラッキースマイルイエーな感じで実況していかんと。今さ、この右のところとかさ、あの間入れんのかな、ショートカットできんのかな。もうダメな走りすぎて、その辺ちょっとチャレンジしてみるか。ダメな走りすぎて、ちょっとズルしてみるか。こういう、いやダメだな、多分行かしてくれんな。ちょっと時間は縮められたけど、それでもやっぱあんま速くない。4秒しか縮まってない。5秒か。ため息がついため息がもう本当ダメなんだよ。本当今の俺は本当ダメだ。本当にダメだ。悲しいことがあったんだ。悲しいことがあった。それをこの場でもう言いたいけど、それはダメだよな。それはダメです。それはダメです。ここ行ったらどうなんだ。行けないの。あ、行けた。え、これはダメなの、ありなの。これはダメなの、ありなの、どっちなの、どっちなの。あま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 あズルはダメだね。ズルはダメ。人間ズルしちゃダメだね。やっぱあの成功法でズルした分だけあのもう一周みたいなとこあるね。ズルした分だけもういっぺんっていうね。
絵に描いたようなダメな回がもう絵に描いたようなダメな回がここの目の前に展開されている。朝のこのフォークリフトレースなんてさ、もう見どころないよ正直。語ることないよ。ただこうぐるぐる走ってるだけだしさ、面白いこのなんかこうイベントの起こるわけでもなく、ただこのね速いわけでもなく、ならテクニカルなわけでもなく、ただもう車窓の映像みたいなもんだよな。これを流していくっていう。まだまだだな、もっと練習しろよ。ほらこれが商品だ。はい、バグをもらいました。さあ仕事だ、頑張ってくれよ。ほんま落ち込んどる。やばい。ほんま落ち込んどるっちゅうの、なんかお首にも出しちゃいけないわ。そう、今日もよろしくな、リョウ。今日もよろしくな。よろしく。この荷物を18番倉庫に運ぶ。18番遠くないか。今日のノルマはこのマップに書いてある。わかった。じゃあ頼んだぞ。基本的に昼休みまでなんだよな、時間的に。尺的に、枠的に。尺？こう行ってダーッと行ってシュッと行く。こう行ってダーッと左手でダーッと行って右行ってシュッと行く。むずっ。ああため息が。ここでこっちかな。こっち？でこっち？こっちか。ああ、こう行って18番。18番。これが18番かな。これか。これかな。これか。よかったよかった。たどり着けた。最近辛かった話するか。もう話すこと何もないし、ずっと落ち込んでてもしょうがないし、ずっとそのなんかこうモヤモヤするよな、聞いてる人がモヤモヤするから言っちゃうか。あのですねちょっと LINE をしてたらですね、LINE をしてたっていう、ちょっとあの普段から頑張ろうって言ってる、言い合ってる人がいてさ、その人にちょっとあのきつく言っちゃってさ、それであのきつくというかな。なんて言ったらいいのか、こういう場で言うことじゃないのがもうありありだから言わん方がいいわ。もうやっぱやめとく。なんかそのなんかもう言わんでいいこと言っちもうたんじゃ。そんでな、でちょっとあのほんま多分怒らせてしもうてさ、それをなんかこう多分 LINE ブロックされてるんですね、多分だけど。ほんまね、言わんでいいこと言ってしもうたなと思っとる今は。いやでもいろいろね、溜まってた部分はある。こっちの方でちょっとあのモヤモヤしてた部分があって、それもまあいろいろとね、あの言わんでもええんじゃけど言いたかったことみたいなこと言っちもうて、それでもう怒らせてしもうたわけだ。それで LINE がもう多分ブロックされてるでしょう。なんか送ってもずっとあの未読無視みたいな感じだったから、多分これはブロックされてるんだろうなと思うんだけどさ、ブロックを確かめろこうなかなかないじゃない。だからもうね、そうなるとさ、LINE じゃないけどさ、謝りようがないよな正直。ごめんなさいという場を用意してもらえない的な、
謝りたいんだけど、謝ってもずっと未読というか、もうもはやこっちの言うことが通じないわけじゃん。それはもうほんときつくてな、もう言葉が届かないのは、謝ることもできないというのはつらい、ほんとつらい。もう失敗したなというか、そうな、それはまあそうかもしれんなと、うすうすはまあね、そう怒るのもまあごもっともだと思うんだけども、いやーまずったなと、まずったなと、そんなふうなことを後悔、ずっと後悔してるわけで、ずっとね、絶対仲良く、仲悪くなっちゃいけない、絶対仲良くしておかなくちゃいけない相手だったから、だったもんだからさ、消失感がすごい、消失感っていう、これからどうしようかみたいな、これから大丈夫かなみたいな、そういう感じで、本当俺アホなんです、本当にアホ、一番大切なものほど傷つけてしまうような、そういうところが、何を言うかわからん、本当に自分で何を言うかわからん、何やっとんだ俺は、というふうなことを考えながら、このシェムの実況をしておりますね。ダメなんですね、もうダメ人間なんですね。どうしよう、次のパートからいきなり気持ち切り替えて喋っていけるだろうか。俺はもうダメかもしれん、元気に話すことができるかもしれん、この声を失ってしまう、もう何も語らない実況の方がいいかもしれんな、喋らずに。ほんとね、もしもこの実況を聞かれた日には死んじゃうな、俺は死んじゃう、恥ずかしすぎて何を読んじゃってる、ちょ、悪いことしたなって、ほんと悪いことしたなって思うんだよ、ほんと悪いことしたって。いや、向こうも多分それなりにちゃんと頑張ってるのだろうなということは分かってなかったかな、やっぱりそれ頑張っているんだろうと思うんだけど、なんかもっとその、違うな、そういうところじゃないな、怒ってるポイントはきっと違うな、もっと違うところにあるな、日頃積み重なるものがあったんでしょうな。それでもやっぱり、謝る場所がなくなると、謝れないとなると辛いなと思う、それなりに思い当たる節はある、しかし許してほしい、決して悪意があってることではない。でも悪意あるなし関係ないんだよな、最近はな、やっぱな、怒らせたりしてるのダメなんだよ、本当は分かっちゃいるんだけど、よ、こういう話をさ、まあ、ネットの前じゃできんよな、正直な、普通考えた、普通の精神にしとったらできん、どんだけネットに向けてか、公に向けて語れる内容ではないな、超個人的な悩みをこんなところで話したところでさ、ねえってなるよな。しかしまあ、もっか、本当に今一番頭の中に大きくもたげている問題はやっぱ LINE が、あーもう何やっても今日はダメだな、あと数分であともう一個運べたのに、ほんと今日何やってもダメかもしれない。 LINE ブロックされたのでどうやったら、あれなんでしょうね、解除してもらえるんでしょうね、直接なんか声かけたって、もうそんだけこう、とさかに来られてたら多分話してくれんしさ、なあ、謝ることもできないっていうののだよ、もう人づてになんかこうね、工作かけるのもそれもなんか違うと思うしさ、それもなんか違うと、でもあらゆる全ての手段を講じてなんかその中を取り持ちに行くのが正しいのかどうかもわからないよな。え、誰、おっ、原崎じゃん、どうした、いいよ、いいから、どうして港まで、二人とももっとくっついてにっこり、
どうしたどうした、いきなりマークが見とるぞ。近藤さんとか見てるぞ。試されるね、どっちがいいか。俺左でいいや。原崎には、原崎にあっちの方を持っていてほしい。それは葉月、こっちはのぞみにね。顔険し。大事にするのよ。なんだあいつ。なんだあいつ。私カナダに行くことにしたわ。あら。え？うん？いろいろ考えたの。ほう。でも。わかった。いろいろ考えて決めたならそれを貫け。葉月くん、無茶しないでね。無茶しないでねが聞けた。私、これ大切にする。葉月くんもそれ、大切にして。ああ。休みになったら、帰ってくるから。わかった。じゃあね、葉月くん。すげえスタスタ言っちゃった。原崎の写真、これが現実。何が現実なのかよくわからんな。何が現実なのか。見てました皆さん。あのお恥ずかしいところ、お恥ずかしいところをちょっとお見せしたんじゃないかな。みんなちょっとそのみんな同じポーズでそう、あの見られ、その固まられるとちょっとやっぱりあの恥ずかしさが込み上げてくるっていうか、そのいやちょっと皆さんちょっとあのね、お恥ずかしいところをお見せした。マーク、マッドエンジェルスのやつらを。いや、そうか。あれ文章がなんかまた出なくなってない？こっちか。あれ？あれ？これか。設定。あ、CM。じゃあゲームモードだって。なんか時々変わるな、やっぱり。ゲームモードがいいっつってんの。津田沼。沼久保さん。沼久保さん。お弁当足りてる？ええ。大丈夫です。よかったら僕の半分あげるから遠慮なく言ってね。はい。なんかホモ臭い。僕は小食でね、たまに残しちゃうから。そうなんですか。そうなんですか。あの葉月くんもじゃあ。得体が知れない。沼久保さん。あ、もうみんなスタスタ言っちゃうな。まあいいや、名前はもういい。名前レースはもういい。2時まであんだよな。2時まで休みが。適当なところで切り上げるか。今日はもうこの回はパート47はもうほんとあれだな。ダメな自分を存分に見せつける回になっちまった。原崎もう行っちゃうしな。原崎もう会うこともないのかもしれんと思うと寂しさが募るな。カナダか、遠い。せめてなんか最後握手するとか、そういうなんだろう、肉体的っていう言い方するとあれ語弊を招くかもしれないけど、そういう触れ合いぐらいあってよかったんじゃないだろうか。ずっとなんか触れることがなかったな。触ることがなかったな。ぬくもりを、原崎のぬくもりを感じることができなかった。熱を与えることができなかったというか、何なんでしょうね。何が言いたいのかもよく分からない。久坂さん、りょうくん、マッドエンジェルス、マッドエン、ね、マッドエンジェルス中と溶かした葉月。はぁ、ため息、またため息をついてしまう。こんなテンションじゃ、こんなテンションじゃ CM を取ってはいかんな。うん、よくね、ようね、ようねえな。しばらく CM、次のパート48の CM を取るまで間が空くかもしれん。あかんかもしれん。あかんかもしれんな。あくかもしれん。まあ切り替えていこう。切り替えていくことぐらいしか俺にはできない。ゴロゴロチース、マッドエンジェルス、お前マッ、もうそれしか言わん。夜あら、今なんか別のこと言わんかった。
夜になるとバイクがどうのこうの。マッドエンジェルスのことだけど、夜になると来るんすよバイクで、はい、でも近寄らない方がいいっすよ。かなり危ない連中っすから。夜だな、ありがとう、じゃあな。ウィス、なんか情報得たか。すいません。ん？なんじゃ？マッドエンジェルス。やつらを、お主。どうしても知っているんなら。わかる。ここに？やつらはいつも夜に。夜か。わかりました。ちょっとこれは今回試してみるか。夜にこの辺りにもう一回来てみよう。何かあるかもしれん。まあそれは次のパートでかな。次のパートでなるな。まあ切り替えていきます。気持ち切り替えていきましょう。まあなんかいい方向に進むことを期待しましょう。いい方向に進められるよう自分を信じてやっていこう。決して悪意があって言ったことじゃない。決して悪意が言ったことじゃない。その人のためを思ってという部分と、まあ、自己中心的な部分もあったかもしれない、まあ、ちゃんと謝ろう。ちゃんと謝ろう。謝れる場所をなんとか探し出して、ちゃんと謝って許してもらおう。それがいいしか俺はできることはないかもしれん。はい、この落ち込み具合は今回だけにします。それではまたパート48でお会いしましょう。珍しいよ、こんなに落ち込んでる回は自分が。